これね、どんだけ簡単なバージョンにしたところで、この、技能は絶対に必須なので、うん、どんな楽器を弾くにしろ、どんなスポーツをやるにしろ、これは絶対、もう必須です。うん。はい、おはようございます。パチソンです。今日のベースの解説は、米津玄師さんの感電です。はい。じゃあ最初に言っておきますけど、この曲ね、半音下げチューニングになってますので、そこのところだけご注意、よろしくお願いします。半音下げチューニングした状態でドレミでね、弾いてますので、うん、そこだけよろしくお願いします。最初の D の音は、半音下げした状態で5フレットです。D の音だと信じて弾いてください。実際にはこの音は C シャープになってますけど、もしくは D フラットね、になってるんだけど、D だという扱いでやってますんで、そこのとこよろしく。さあ、まず簡単バージョンの説明からいきたいかなと思ってます。完コピバージョンと、簡単バージョン。今回2バージョン僕弾きましたので、それぞれの解説をね、していこうかなと思ってます。イントロ、A メロ、B メロ。常に1小節目には、アーティキュレーションって言って長さを指定するね、記号がついてるんですけど、2小節目以降書いてません。その代わり、シミ入れって書いてあります。あんまりね、バンド用語じゃないかもしれないんですけど、クラシック用語かな、シミ入れ。以下同じようにやっといてって感じです。うん。まあ、専門用語、専門のね、辞書とかだと、同じくとか、同様にっていう風にね、書いてある場合が多いですけど、まあ、同じようなニュアンスで、あとよろしくだと思っといてください。基本的にはずっと、だ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 、とね、短い、長い、短い、長い。で、あとずっとルートをね、ベースの下の音を追っていくだけで、基本的にこれよりできます。短め、長め、短め、長めなんだけど、短めがね、あんまり短すぎるとね、ちょっと一回音源に合わせてやってみましょうかね。せーの。あんまりかっこよくないというかファンキーじゃないね。もし重みのある長いんだけどブツッと切るっていう感じで、まあ僕的にはクラシック用語なんですけど、メゾスタッカートっていうね言葉で、片付けてますけど、重めなスタッカート。せーの。でいいかなと僕は思ってます。うん。で、長めの方ね。長めの方も次の音符ギリギリまでしっかり伸ばした方がいいんですよ。最初は例えば D D E E ですね。最初ね。2弦の開放でいくパターンだと、一回一回最初ね止めないといけませんね。開放弦なんで触って止める。うん。まあ、こっちのね触ってもいいし、こっちも触って併用するといいですね。で、もう一回弾いて、その後、E の音。これは、ね、フレットから離すだけです。で、弦は触ったままね。こういう感じ。こっちで行くとしたら、3弦の5から行くとしたら、こういう感じです。離すだけ、離すだけっていうかね、フレットから離すだけ。で、この、今ね、ちょっとスライドを入れたんですけど、こういうのね、ガンガン入れてください。楽譜に書いてないんだけど、これは積極的に入れないと雰囲気にならないです。でもいいんだけど、そんな力んで移動することもないし、この程度であんまりこういう風にしっかりとした形をね、作るのもいいんだけど、そんなにこの曲ね、横移動も速い移動もないので、簡単バージョンがね、これで挟んでね、する方法だと、ちょっと、ひょっとかしたら力んじゃう初心者の人だったら、一曲終わる前にね、手が痛くなっちゃうかもしれないので、ちょっと要注意ね。うん、僕はずっと握るタイプでやってます、この曲は。今スライドしたけどね、そういうの入れてもいいです。入れなくてもいいけどね。で、
次の音の指をちゃんと余しておいて準備するってことが大事なんですよ。ここから行くパターンでね、イントロやってみます。まあここはスライドでいいか。指足らないときはスライドでいい。でここ離すだけでもいいし、ってやってもいいし。あ、違う。C をここで握ってしまったら、次 F シャープがね、小指なんで、2個目でね、切り替えてもいいかな。とにかく次の準備。じゃないと手ヌートが繋がらないんでね、この伸ばす音の方がね。で、この時には次 F の音にちゃんと指が余ってる。でも次ここ、B の音ここなんだけど余ってないので、2つ目で持ち替えます、僕は。で、弾いた後に、ここで次、いいここなんですよ。ちょっと中指とかで入れてもいいけど、それ大変なんで、僕は握るタイプの指に入り替えて、中指で押さえ直すと自動的に薬指がいいのところに来るわけですね。という風に、1手先、もしくは2手先は最低限見ておいて、どの指が、ちゃんと置かれてないとスムーズに繋がらないか。ここを考えれる人はあっちゅう間に上手くなるんで、ここをね、考えるといいと思います。まあね、初級者の方とかだと、今、弾いてる音符が精一杯だと思うんですけど、そういう風にね、とにかく手を柔軟にしておく。その練習も兼ねて、でね、軽いスライドとかを入れてあげるっていうのも、上手くなっていくヒントの一つなんじゃないのかなと僕は思ってます。で、そうだな。A メロの直前。まあ、この長さはもう真似してください。こういう感じです。ちょい短い、メゾスタッカート、メゾスタッカート、テヌーと、メゾスタッカート。短い、長い、短い。ぐらいでいいんじゃないかな。とにかく4拍目に音ないようにね。逃げ出したーのところにないようにしてください。はい、A メロ。A メロは、ダーン、ダーン、テヌートですね、これね。テヌート、休符、テヌート、休符。なので、A の頭は、って書かれてあるので、次、2小節目、シミ入れて書いてあるので、長くてぶっつり、ね、2拍目と4拍目で切るっていうのを続けてやっててねってことです。はい。で、A メロの8小節目か。うん。だな。うん。そうですね。ここはね、なんかベースフィルイン入ってるのわかります?本物バージョンはね。そこね、ってあるんだけど、これあまりにも短いんで、もう休符にしちゃってもいいと思います。潔く休符。休符だとサボってるっていう印象あるかもしれませんけど、ちゃんと休符を演奏するっていう強い明確な意志を持って休符をちゃんとやり過ごせばめっちゃ絵になるので、少ない音数で、感電を表現するっていうのもね、この曲をね、超大事です。なのでもう思い切ってできないなら休符にしてしまいましょう。ね。もしくは、まあね、ここの部分ね、2番の A メロも同じなんだけど、っていうところがね、2番の A メロの、A2 の8小節目にあるんだけど、同じような部分ですね。A メロのケツに、ベースのフィルインがあるっていう意味ではね。はい、ここで、まあ、休符にしてしまう。あとはね、スライドとかに自信がある人だったら、スライド程度はできるっていう人だったら、なんか、ブーンってごまかしちゃってもいいかもね。ごまかすって言い方悪いけどさ。じゃあ、例えば A の5小節目からちょっとやってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。やっちゃっても、なんかそれはそれでかっこいいでしょ。一瞬だけ要はベースにスポットライトが当たって、またすぐにブンってボーカルに戻ってくるような、こういうイメージなんでね。まあ今3弦か低音弦でやりましたけど、上でやってもいいと思います。より派手になります。もうちょい派手だと、僕よくやるんだけど、1、2弦、中指と薬指、触っておいて、両方音が出るようにしておいて、
こっちは人差し指、中指。人差し指は2弦。中指は1弦にかけておいて。人差し指で上り。で、1弦の中指で下り。こういうのとかでいいかもしれないね。うん。そうだね。うん。うん。ね、うん。そういう感じでもいいし。まあ、何かしらね、ちょっとね、やりやすいように発明するのが大事です。何やってもね、ちゃんとリズムにはまってて、曲の進行の拍数が他のパートと一緒になってれば、大体大丈夫なはず。それができなかったらもう、休符の方が、音楽として表現しやすいので、休符も音楽、音符のうちですからね。はい。さあ、その次 B。B もね、基本的にイントロと同じなんですよ。だから基本的に A メロのパターンとイントロのパターンが、続くだけなんですよ。なので、ここはもう同じです。うん、で、B の6小節目かな。B の6小節目だけ、でー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 、テヌート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 になってるので、ここは隙間を空けずに。仕上げるといいかなと思います。あと、ベベレベバッバッととかですね。本物バージョンはとかなってるんだけど、これ、結構落差があって遠いし大変なので、もう、ここにスタンバイ。ね。前から行くと、ここから、もう待機して。でもいいんじゃないのかなと思います。まあそうだね。C のとこに。C を伸ばしておいて、待機。で、すぐに待機ね。音が止んだ時にはもうここに、いるように、さっとね、準備。ペレレペッペッ。で、ペッペッって弾いた時に、もう、ペテレレテレの、もうここの A の音ね、のポジションを、で、弾いてる時にはもうイメージしておいて。まあ、開放弦で、って言ってもいいし。いずれにしろ、ちゃんと明確な意思を持って先読みができてるかどうかっていうのが大事です。これね、どんだけ簡単なバージョンにしたところで、この、技能は絶対に必須なので、うん、どんな楽器を弾くにしろ、どんなスポーツをやるにしろ、これは絶対、もう必須です。うん。なので、ここだけはね、ちょっと身体能力とかね、反射能力を鍛えておくといいと思います。さあ、そしてサビですね。サビも同じ。サビの3打目。うん、てれれ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 のとこだけ手ヌートになってるからね。ここだけね。うん。別にこのアルファベットが合ってればね。まあ、これ至る場所でもそうなんだけど、アルファベットが合ってればオクターブとかは全然どこでもいいんでね。うん、例えば、そこね。でるらるる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 のとこは、F, G, E, A, B, E, A でしょ？うん。だから別に。で、ある必要がない。というふうに。うん。の方が、その時その時に、なんかスムーズな指使いが思いつけるので、本当はこっちの方がいいです。丸暗記しちゃうとね。うん、どうしても、あれどこだっけってもうなったら、もう F がここしか見えてなかったら、ね、指が余ってなかったらもう無理やりそこに行くしかないじゃん。あ、指余ってるんだったらこっちの F 行こうとかの方がね、簡単なので、そこだけね、各指板の位置、アルファベットの位置は、覚えておくといいと思います。さあ、その後一番カッコは伸ばし。横もしっかり止める。あと一緒。全部一緒です。うん。という感じでやっていただければと思います。まあ、詳しくは簡単バージョンの動画ね、弾いてみた動画の方を見て、耳でも、聞いて、ね、ニュアンス、ね、まあ、僭越ながら僕が弾きましたけども、その演奏を耳に録音してみてください。頭に録音、ね。そしてそのニュアンスを演奏しながら比べてみる。そのね、さっき録音した脳みその中のイメージと、今自分が出ている音のイメージを比べて、どこがどう違うのか研究してさらに良くしていくっていうのが練習ですからね。はい。むやみやたらにタブ譜だけ追っかけて、なんか5678、5678しかやらない人いますけど、あれはただの体育ですので、うん、筋トレだけです、あれは。野球の試合に役に立つかっていう話ですね。なので、例えば野球部がランニングしろ、グランド10周が、とか
まりいう練習です。体がちゃんと反応するようにするだけの練習。あとは体力の練習。うん、実際に現場でじゃあ、ね、グラウンド10周をね、しまくってる、もうめちゃマッチョな、ね、マッチョな体ができました！でもルール知りません！では何にも話にならないじゃないですか。だからちゃんとルールも理解して、そのルールを状況に応じて反射能力を鍛えて、それにさっき培ったの力をすぐにバンってそこでね、使うかどうか。頭脳も大事ですので、うん、僕はね、割と楽器の演奏は算数と体育の複合だと思ってますんでね。はい、頭脳でリズムとかを理解して、ね、比べる力ね。と、あとは、体育。実際の身体能力をそこに突っ込んでいくっていうものが大事だと思ってますんでね。頑張ってやってみてください。もしわからないところがありましたらコメント、あとはまあ各インスタとかね、まあツイッターとかの DM で、ご質問いただければわかる範囲でお答えします。あとは、そうですね。あの、公式 LINE がありますので、そちらに登録していただければ資料もお渡しできますし、公式 LINE にメッセージいただければ、個別になってますので、自動応答に今のところしてないので、まあ、数日以内にお返事ができるかとは思いますので、まあ、あらゆる携帯、どれでもいいですので、ガンガン質問はお寄せくださいませ。それでは皆さん頑張ってください。ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。今日の資料をご希望の方は、こちらの概要欄、もしくはこちらの QR コード、より、LINE の友達登録をよろしくお願いします。その LINE のメッセージで、ご希望の曲名をお伝えください。ぜひともよろしくお願いいたします。その LINE のメッセージで、今後もお得な情報、新着情報などもお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。